はーい、みなさん、こんにちは、ヒューガです。はい、ということですね、本日なんですけれども、スシローにやってきました。本日ね、この日、前も後ろも全然人いないんですよ。そうなんですよ、もう楽しくなっちゃって、最高に、もう前と後ろ全然な確認しちゃって、イエーイイエーイって感じではい、っていう感じでね、今日も頑張っていきましょう。まあ、僕ね、スシローで好きなのはエビマヨグンガン、そしてイカ塩レモン、そう、こちらですね、今ね出てるところなんですけれども、この2つがねめちゃめちゃ大好きなんですよ。はい、まあっていう感じでね、今回も食べていきます。はい、マスク外してね、いただきます。いやはい、ちょっとね、たまに覚醒しちゃうところがねあるんですけれども、はい、まあ、ご了承ください。こちらね、一発目、サーモンですね。まあ、サーモンね、筋肉にいいんですよ。今、僕ね、増量中なんでね、サーモンめちゃくちゃいいということでね、食べました。うまい！はい、皆さんはね、どういうお寿司が好きですか？まあ、お寿司ね、まあ、いろいろあるからね、いいですよね。ちなみに、お寿司ってデートでも結構ね、いいんじゃないですか？ちゃんと向き合えれて、そしてね、まあ、低価格。うん、そして長時間入れる、うん、デートでいいよね。まあ、結構、まあ、デートって言っても、まあ、仲良くなってきてっていうか、まあ、カップルで、まあ、今日どこ行く、ちょ、寿司行かねっていう感じで行くのが結構おすすめかなって僕は思うんですよ。まあ、なんで皆さん、もしもね、今ここに彼女彼氏がいる方は、まあ、もしもね、今日なんか、あ、ご飯何食べようかなっていう時はぜひスシロー行ってみてください。よろしくどうぞ。まあ、僕ね、いつかは回らない寿司に行ってみたいなとかね、思うんですよ。で、いつかね、僕がビッグ YouTuber になったら、まあ、ぜひ行きたいななんてね、思うんですけど、まあ、多分ね、僕は回らない寿司と回る寿司、あんまり美味しさの違いは分かんないんじゃないかなって僕思うんですよ。まあ、なんつったら、まあ、どっちも美味しいですもん。はい。まあ、なんでね、まあ、そういう時は、まあ、僕はね、まあ、誰と行くかっていうのがより大事になってくんじゃないかなって思います。まあ、言ったらさ、まあ、初めて出会った、まあ、Tinder の人と、もう高級寿司行っても、まあ、緊張しちゃって美味しく感じないやん。うん、まあ、だったらね、まあまあ大切な友達やね、家族、そして彼女とかと、まあ、回らない寿司とか行って思い出とかを深めた方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよ。はい、まあ僕、まあ回らない寿司行ったことないんですけど、はい、まあそこはね、信じるか信じないかは、まあ視聴者の皆さんの心の中に聞いてみてください。はい、っていう感じでね、やっていくんですけれども、この時ですね、正面にね、ちょっとまさかのカップルがいるんですよ。カップルがいて、ちょっと気まずいなと思いながら、ちょっとね、ご飯食べてたんですよ。こういう時にね、結構気まずいですよね。ほら、ちょっとチラッとしてるじゃん、チラッとしてるんだけど、まあ、普通に正面にカップルいますから、うん、カップルいても、まあ、僕は負けないよっていう、まあ、自分に負けないスタイルでやっていってます。はい、まあ、こちらでですね、エビ天かなを食べております。まあ、結構エビね、美味しいよね。エビってやっぱもう万能タイプじゃん。うん、まあ、ポケモンとかだったらもう万能タイプなんかな。うん、バランス型、まあ、そんなんないか、ポケモンじゃはい、まあ、今回ね、まあ、僕スシローに来て、今回スシロー台湾まぜそばっていうね、新しい商品が出ていて、それを今回ね食べに来てるんですよ。それがですね、こちら、パッカーン、そう、めちゃめちゃ美味しそうじゃない？そう、見てみてください、この感じ、美味しそう。まあ、台湾まぜそばなんで一回混ぜますよね。混ぜていく感じ、この感じ、この感じ、うまそう。めっちゃうまそうやんけ、なんでこれ。さっきはもうほんと美味しかったけどよ、めっちゃ美味しかったわ。混ぜ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 、台湾混ぜそば、っていう感じで、まあ、ちょっと食べていくんですけれども、これマジでうまかったわ。普通にびっくりした、マジでめっちゃ美味しかったです。皆さん、これガチおすすめなんで、ぜひスシローに行く人食べてみてください。はい、まあ、これね、締めのご飯のやつとか、あと替え玉とかもあったんですけど、僕もう全然忘れてて、それのこと。はい、まあ、なんでね、ちょっと台湾まぜそばのなんかこうお腹いっぱいなんなかったなとかね、なったら、まあ、そこで、まあ、替え玉とか、
まあそっち方面もできるよっていうのはあるんで、これ本当におすすめです。はい。感じですね。まあ僕はですね、まあ今回ね、ちゃんとデザートもね、食べさせていただきました。このデザートが美味しいんじゃ。これめっちゃ美味しいんじゃ。なんかいちごフェスみたいな感じかな。やってて、まあ最近やっぱいちごフェアみたいな結構やっぱ多いですもんね。はい。まあそろそろ僕、いちご狩りの動画とかもね、今回ちょっと撮ってみたいなと思うんですよね。まあなんでね、もしかしたら、後に、いちご狩り、ぼっち飯、あるかもしれません。ぜひとも皆さん見てみてください。はい。っていう感じでね、そろそろ動画終わっていくんですけれども、本当にね、スシロー一人でね、合流してきました。最高でした。ありがとうございます。ごちそうさまでーす。ふぅー。っていう感じでね、今回の動画も終わっていきたいなと思います。今回の動画がいいなと思ったら、グッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでね、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。